はい、今回は iPad Pro 9.7 インチモデルと、そしてこの Apple Pencil、 こちらを使いまして、楽譜を書いてみたいと思います。で、まずこちらの5000字ダウンロード、これ専用のホームページがありまして、こちらからまあ分かりやすいこの4段というのをダウンロードしましょう。こちら別名で印刷、iCloud ドライブのプレビューへ、こちらですね、保存します。はい、そしたらこちらの iPad を立ち上げまして、まずはこの iCloud ドライブより先ほどアップロードしておきましたこの、楽譜ですね。でこちらをできるだけ大きく拡大表示いたしまして、でこちらの起動ボタン、こちらのボタン、両方同時に押します。はい、スクリーンショットが撮れました。はい、そしたらこれを閉じまして、はい、そしたら Adobe Sketch を立ち上げまして、こちらの新規プロジェクト、はい、そしたらこの画像用のアイコンがありますので、こちらを押します。iPad を使用、スクリーンショットより、先ほど読み込んだのがこれになります。はい、そしたら五線紙が こちらへ読み込まれました。はい、これをちょいと拡大いたしまして、これで完了にいたします。で、こちらレイヤーの調整もできます。こういう感じですね。これは上にしておくといいですね。はい、完了です。はい、そしたら実際にこのペンシルを使っていろいろ書いてみましょう。はい、これでいいと思います。まずは投音記号を書いてみましょう。こんな感じですかね。ドレミファソラシドっていう感じでいってみましょうか。これはレなので、下の線これ言いませんので消しましょうね。ドレミファソラシド、こんな感じですかね。4分の4拍子で、例えばミドラファ、こんな感じで終止線を書きまして、はい、ちなみにコードを振ったりしましょうね。 C メジャー7とか、こちら G7 で A マイナー7、こんな感じでいかがでしょうか。まさにこの譜面もう少し読みやすくするために、若林さんの作業したか、これを使うとどうか、あ、気になっちゃいますね。了解になりません。カラーを選択しまして、ちょっと待ってくださいね、もう少しも、はい、どのブラシがいいかなということで、これもう少し使いましょうか。カラーブラックで、サイズを、なかなか適したブラシがないんですね。これのサイズを、これもですね、これを使ってもらえば難しいですね。画面を選択しましょう。でもこちらがいいんじゃないですか。サイズ、あ、これこそ下げると、これでちょっと、あ、そうなりますね。はい、横線ドレミファ、あ、これは間違いますね。間違えたときはこちらの消しゴムを使います。で、はい、ちょっと拡大されちゃいました。あ、これ拡大ができるんで便利ですよね。より精密に書くにはこのように、ここが例えば4分の3になりました。で、またこんな感じでいかがでしょうかね。ちょっともう少し私もこのペンを練習して、再度、こちらへアップロードしたいと思っております。それでは失礼いたします。